それと先ほどの続きですけども、事態の全容としてね、まあ、これで能登半島の地震が今年の1月1日に発生していなくて以前のものだったとするのであれば、テレビ局と組んで、淡井圭介を悪者にしたかった。淡井圭介のことを考えたら、性格を考えたら、未来の時間軸からの声かけで避難を呼びかける。いついつに発生してますって。で、それを僕は実際に行った。で、それについて、テレビ局の人間とかがそれを放送したということは、もし1月1日に地震が発生してなかったですよ。2024年じゃなくて。ということは、現地で巻き添えになった人たち、彼の言葉を信じたのにっていう形になる。こうすれば、今まで、訴えられる対象だった国会議員や、各知事、市長、各地方議員、あと建設業界の人間、そいつらが有利になる。そいつらが不利にならなきゃならない。犯罪者側なんだから。横領事件。ロッキード事件。非じゃないよ。ロッキード社からお金もらった。建設業界に回してる余計な仕事、トータルの金額、超超えてるよ。それで票もらって、高い給料もらってた。ふざけんなよ。三振と以内の請求。それでエネルギーの残存の問題。そういうのは車とか取り上げて、差し押さえて。そういうふうな対応しなかったら、エネルギーの消費なんか抑えられない。で、車の自動車の生産も停止。その差し押さえた車は余るから。生産なんかする必要はない。鉄鉱石とか、今の円安価格で買ったらっていうことを考えたらわかる。今の円安続行じゃないと無理。円安を進めるっていうわけじゃなくて、まあ今ぐらいの金額で、まあ固定するような形、為替介入、どうでもいいよ。世界中みんなエネルギーの残存量問題で、どういうふうに対応するのか、全力で取り組んでる人間は全力で取り組んでいます。で、これで事の全容が見えてくる。国会議員の人たちが、淡井圭介に言わすっていうような形で、話させてるっていうのはありました。それは確認しています。電波での脳へのアクセスとかで多分できるんでしょう。社会的地位の高いものであればね。良い例と悪い例があります。それは必要なことであって、良い方向で安倍さんが使用したこともあれば、ただし他の人間が全員間違えないで、その方法を使ったか使ってないか。総理とかだけじゃないですよ。何人その方法が使えるのかっていうことですよ。テレビ出演者。正直テレビ出演者もコンピューターのブースを使って、神がかり的な力で、と、ブースの機能、電波で脳へのアクセス、その両方の効果で、かなりのマインドコントロールができてる。っていうことは、今までの件を総合して考えると、コロナウイルスの件に関して、オウム真理教に関して、僕は、まあ、正義感が強い方ですから、阪神・淡路大震災の件があった、その時にオウム真理教が、サリンを撒いたっていうこと、あれ本当にあの時に撒きました、1995年でした。で、いつからがフェイクニュースなのかは分からない。僕は死刑執行を求めましたよ。代理人を立てようが何しようが、一般人の多くの人の意見がっていう話にも当時にはなっていた。で、実際、オウム真理教の連中は死刑判決が下りました。で、何人かは本当に死刑実行したでしょう。僕は迫りましたから、法務大臣に。世間に対しての示しがつかないって。ここで死刑にならなかったら、どんな奴が死刑になるんだと。死刑実行されるんだと。その後、2019年に皇居などへ、訪ねて、眞子さまとも会って、テレビ局員も淡井圭介のそのエネルギーの残存問題の話、協力しようとしなかった。全員が。その後コロナウイルスが巻かれてる。人減らしのために。体の弱ってる人間から殺してしまおうっていう考え方で。死者数はインターネット上では世界中で1500万人。ほど、カウントなんかできないっていう話です。細かいところまで。
ヒットラーも顔負け。あの世で驚いてますよ。で、ことの本質に迫りますけども、インターネットは随分昔から普及してます。ホーム真理教の奴らは、海外の人間とどれぐらいつながりがあったのか。淡江圭介の死刑執行に対しての反撃か何か。だったらオウム真理教。で、淡江圭介を徹底的に潰そうとしていた。話の方向性とかねじ曲げ方によっては、まあ前から淡江圭介を精神病院に連れて、精神病院行きにさせていた警察官、全員捕まえた方がいい。そいつらも、刑法じゃない。三審と以内の請求。払えなかったら刑務所行って働かせたり。特に老人関係、怪しい。あと、原山整骨院とかに集まってきてる人間、売春防止法が出来上がったのは1956年である以上、世の中、クズだらけだった。今でも、刑法175条の話があるのに、なぜゲオという、兄の中町の店舗はまだ潰れてないの。何回でもお金差し押さえたらいいじゃない。あいつらのお金。そしたら倒産するよ。有馬警察署にもそれ何回も言いに行ってる。加古さんはどちら側の生き方です？卑怯者の生き方、それとも淡井圭介とちゃんと会って話し合いをする人間。文人様から許可をもらってます。文人様は淡井圭介と会うと言ってます。叱るときは叱ってくれたらいいと。二人が間違えていたらと。その時はまだ悠仁様は生まれてなかったですから。どう考えてもそうです、この局面。そうそう皇族の人に叱るようなことを。言えるような人、世の中いません。電波の仕組み。怖すぎる。社会的地位の高い人間の知ること。ほったらかしにしすぎ。責任感どこ行ったのっていうこと。本当に淡井圭介側だったら淡井圭介に自分の電話番号を開示します。そうじゃない人間は淡井圭介側だとは認められない。つまり、ほぼ一人もいません。昔電話番号を教えてもらった人間のことを言ってるだけで、ここ15年以上淡井圭介に電話番号をしっかりと開示して自分から電話をかけてきて、いろいろ詳細、今までの件謝ったりとか、手紙、書類化して渡したりとか、つなぐというようなことをした人間一人もいません。男性も含めてですよ。僕もこの組織化されたこの社会のむちゃくちゃさ加減、僕は僕なりに対応しますけども、なぜ皇族の人たちは協力してくれないんですよ。協力してくれたら体育館なんか作ってなかったはずですよ。神戸市も新しい体育館あるのに、本当の人口4000万人いるかどうかも怪しい。ずっと少子化、学生の数減ってる。で、なぜバスケットボールがいるの？いらないよ。その辺でしたやつがしとったらええんや。で、淡井圭介のこと無視して自分だけ結婚します？こういう言い方になります？ずっとこんなにふざけた方法をずっと使用されていたら。ふざけてるとしか思えない。ゴールデンウィーク明けに農業会館で農業法人の人たちが集まってきますから、そこでも話し合いをします。昨日、農業会館行って農政委員の人たちと会って話をして、やっぱり、まあ、小麦に関してもウクライナ、ロシア、オーストラリアから輸入をしていて、主に現在の輸入量は500万トン超え、エネルギーの消費はそれだけ大きい。
それに対して、まあ、あと、シュア株式会社などで勤務していた時の例で言うと、三木市の、トマトを栽培している農家の方たち、冬場も灯油を炊いて、トマトを栽培してるんですけども、栽培してたんですけども、一冬で使用してる灯油の量は1万リットルを超えます。私の家の自宅からすぐ近くの二郎駅の近くのところも、1号作ってますけども、灯油のタンクはついてます。三田市の愛野駅と上井沢っていう地域の間のところの農家の人たちのところにもビニールハウスの横にタンクがついてます。南の方の九州とかで、あと高知県、そういったところで作ったらいい。そもそもビニールハウスは一般的な時期で暖かくして農作物を作るもの、いちごとかトマトとかね。でそんなにトマトに需要があるかっていうとありません。まあそういったことをね、あの農政委員会の人たちと話をして、でこれは農業大臣とか対応しなきゃならない。小泉進次郎、彼も農業大臣になってましたけども、なぜまだ対応してないんです？それとも何か対応しました？対応したら対応したで何か僕に直接言いに来てくださいよ。進次郎が彼の年下だから。いいですか、総理になった家系の人たちは責任問題ですよ。もう後ないよ、本当に。エネルギーの残存量問題、26年間ほったらかしやで。で、佳子さまはいつ僕に電話かけてくれるんです？で、僕の裁判とか手伝ってくれるんです。文人さんもそうですけども。その農業会館を行った後に、天気の良さそうな日に、能登半島に行ってみようと思います。本当に1月1日に発生したのかどうか。こんな無茶苦茶な政府、いい加減な政府、信じれる信じれないかで言うと、信じられない。信じてる人間の方がどうかしてる。で、なぜ佳子さまは淡井圭介が精神病院に9回も入院させられているのに、助けなかったんです。私がとか言ってましたけども、あれは何理由です？淡井圭介を犠牲にして自分の顔を作ってました。それでも結婚求愛では佳子さまですよ。そうじゃなかった可能性がなくなるから。社会的地位プラス自分のこちらの愛だと、それを両方稼働させなかったら早期にいろんなことを同時に進めることが不可能。メタンガスの抽出装置の話、覚えてます？何回か僕の動画で言ってますよ。建物を解体しなきゃならないところを私が撮影してますよね。そこ解体した後、家も建てすぎてるんだから、作りすぎてるんだから、そこにメタンガスを抽出する、まずな、生ゴミの貯蔵庫、その横に抽出する装置、これを例えば神戸市内だけで1000箇所以上設置、建設業界の人間はそれを仕事としてしてればいい。わけのわからん工事が多すぎる。しなくていい工事、その動画を今日公開しています。見てます、佳子様。それが本当の勉強ですよ、悠仁さま。学校の勉強、どうでもいい。余計なことを覚えさせられるだけ。で、それを理由にして、自分たちの方が賢い。ふざけたことを言い始めて、基本給高くしよう。逆や。全部逆。総理の家系とか全員三親等以内の請求で差し押さえられなんか。昔もこの答え。僕以外の人が言ってたんですけども、僕も同じ方法、その方法じゃないと無理なんじゃないかなって思います。ただでさえ公務員の人たちは宿泊費用とか仕事で出ます。食事代まで、1000円ぐらいまでなら。
その時点で一般人と差開きすぎなんですよ。だから金銭感覚から何から何がおかしくなる。エネルギーの残存量もね、ほったらかしになる。徹底的に全員の車を差し押さえなあかん。会社の役員とかもそう。政府と組んでたっていう形になる。これでほとんどの車が本当は差し押さえれる。日本中の。医療業界もアウト。特に精神病院。そして精神病院のその精神を生産されなくなる薬。どこが作ってたかったフィナンシャルグループ。財閥。全員アウト。一般社団法人の法律。連帯責任。ね、こんな方法、皇室とかついてくれんかったら無理ですよ。本当に僕は佳子さまのことが好きだって言ってる時に結婚していた方が幸せだったと思いませんか。河合圭介と結婚話をしてテレビに出た人たちに対して佳子さまも同じことを言ってたはずですよ。浮気者はどちらだったと思います？世の中のことをほったらかしにしてたのは誰だと思います？まだ僕のせいにします？テレビ局の連中とか、何回かこれ言っておかなかったらいつ言い出すか分かんないから。淡井圭介のこと言ってるんだろうなっていうことを普通に聞いてたら分かる人間の方の数がかなり多い。何十万人かはいる。絶対に人の口に戸は立てられない。事実、淡井圭介の名前をテレビで言いながら名前出してあっちこっち淡井圭介が絡まれる、精神病院に連れて行かれる、そういう風な形を作り出したのがテレビ局。そいつらの親はもともと大臣とか総理、知事とか。僕一人でどうにかできるかって言ったら絶対無理。はっきり言いますよ。最初から最後までこの件、淡井圭介側かどうか。言われたことに対していちいち抵抗してる人間は悪党側。全部差し押さえられなきゃならない側の人間。金持ったらすぐに喧嘩売りに来る。車も同じ。あらかた差し押さえたところで今すぐ車の生産なんか停止。世界中で同じように差し押さえられる。それで本当のことに気づき始める。そこまでが達成できたらね、本当のことにやっと向き合い始めます。多くのものがそれできなかったら終わり。海外との外交、アテネ、本当は以前言った内容なんじゃないですか。うんっていう声が返ってきてます。佳子さまの声でね。電波の方ですけど。だからそれは信用できるかどうかわからない。2回目の外交かもしれないから。オリンピック最初に始めた本当のところ誰です？佳子さまの海外留学だけじゃなくて、眞子さまの。向こうからこっちに来てる。いらない。海外留学を全員やめさせること、即座に。インターネットとか時点で一応語学の勉強はできます。ある程度でいい。各自、自分の国をしっかりとまず管理すること。あとは大使館と外務大臣とか外務省の方で対応。もうこの段階まで来て会食会合、会合なんかいらない、いらない。どうせ余計な会話始めるから。エネルギーの残存量問題だけに的絞って真面目な話だけ。世界中の政府上層部は。それしなかったら世界中の政府上層部が自分自身から崩れていって、結局オリンピックとか開いてる。僕の負担が多すぎです。
早く連絡してくださいよ。で、話し合いですよ。その電波で聞こえてきて動く方法、それ悪党業界の、エロ業界の浮気側の人間の方法ですよ。自分から喋らなくなったでしょ。僕はなぜ声かけなきゃならないんです、佳子様に。佳子様はここに来て声かけたらいいじゃないですか。淡江さんいますかって。以上です。